お猫様好きの皆さん、聞いてくれ。今日は猫の面白い習慣とその犬について語るぜ。まず、お猫様がお尻をくっつけてくるのはなぜかって知ってた？それは、お互いの匂いを共有するためなんだって。そうすることで、お互いを信頼しているってことなんだってさ。次は、なんで猫は紙袋や箱が大好きなんだろう？実は、猫は自分を守る場所を探しているんだって。だからこそ、紙袋や箱の中に入ると安心して休めるんだって。それから、なぜ猫は高いところが大好きなのか？それは、猫の本能が関係しているんだって。高いところから周囲を見渡し、自分を守るのが得意なんだって。次に、なんで猫は夜中にギャッと鳴くんだろう？実は、それは野生の本能が反応しているんだって。夜になると狩りをするために元気を出すんだって。さて、次は猫と触れ合うとき、これらのヒントを使ってみてはどうだろう？お猫様とのコミュニケーションがもっと深まるはずだぜ。猫の面白い習慣とその意味について語ってきたけど、もっと知りたいことがあるよね。じゃあ、ここで猫の仕草や行動に隠された意味について教えてあげるよ。まず、猫が飼い主にスリスリしてくるのは、愛情表現だけでなく、自分の匂いをつけて安心感を得ているからなんだって。そして、猫の尻尾や耳の角度によって気持ちを読み取ることができるのを知ってた？猫とのコミュニケーションは、日常生活に欠かせないものだから、これらのヒントを使って、ぜひ猫との絆を深めてみてほしいな。すごいね。これで、猫とのコミュニケーションがもっと楽しくなるはずだね。でも、猫の面白い習慣や行動にはまだまだたくさんの意味があるんだよ。例えば、猫が鳴く理由や、体のポジションによる気持ちの表れ方なんかもあるんだ。猫との絆を深め、より良い関係を築くために、これらの情報を使ってみてね。きっと、新しい発見がたくさんあるはず。それでは、もっと猫との関係を深めるためのヒントを紹介していくので、お楽しみに。猫が自分の餌を持ってくる行動は、飼い主に対する愛情表現なんだって。その行動は、飼い主に食べ物を分け与えることで、猫との絆を深めようとする意図があるんだ。また、猫がゴロゴロドットを立てて寝ているのは、幸せを感じているサインなんだって。猫がリラックスしている時にする行動なので、周りの環境を整えてあげることで、猫の幸福度を高めることができるんだ。さらに、猫がおもちゃで遊ぶのは、狩りの本能を満たそうとしているからなんだって。おもちゃで遊ぶことで、猫は狩りを模擬する猫がおもちゃで遊ぶことで、狩りを模擬することができるんだ。それによって、猫の本能を刺激し、ストレスを解消することができるんだ。さらに、猫が鳴く理由も知っておくといいよ。猫が鳴くことで、自分の存在を主張し、コミュニケーションを取ろうとしているんだ。だから、猫が鳴いているときは、何かを訴えている可能性があるから、ちゃんと見てあげようね。次に、猫の身体のポジションによる気持ちの表れ方も知っておくといいよ。猫が自分の背中を見せているときは、リラックスしているし、自分を信頼しているサインなんだ。逆に、身体を固めているときは、緊張や不安を感じているか短所白猫として、なんで、猫は高いところが大好きなのか？それは、猫の本能が関係しているんだって。高いところから周囲を見渡し、自分を守るのが得意なんだって。そして紙袋や箱が大好きな猫の行動にも意味があるんだよ。実は、猫は自分を守る場所を探しているんだって。だからこそ、紙袋や箱の中に入ると安心して休めるんだって。また猫が夜中にギャッと鳴く理由も知っておくといいよ。実は、それは野生の本能が反応しているんだって。夜になると狩りをするために元気を出すんだって。これらのヒントを使って、猫との絆を深めてみてほしいな。次に、猫が飼い主にプレゼントを持ってくる理由についてお話ししよう。実は、猫が獲物を持ってくるのは、飼い主に狩りの手伝いをしてあげようとする行動なんだって。猫は自分の義務を果たして、家族を助けようとしているんだ。そのため、猫が飼い主に獲物を持ってくるのは、愛情表現の一つなんだよ。また、猫が餌をカップしてくる行動も愛情表現の一つなんだって。猫は自分の餌をカップして、飼い主に対する感謝の意を示しているんだ。だから、飼い主から愛情を受け取ることで、猫との絆を深めることができるんだ。さらに、猫が自分の身体を舐める行動も意味があるんだよ。猫が自分の身体を舐める行動には、自己管理やストレス解消の意味があるんだ。猫は舐めることで体温を調整し、毛繕いをすることでストレスを軽減させることができるんだ。さらに、お互いの匂いを共有することで、環境をチェックするのにも役立つんだ。したがって、猫が舐めることは健康的な行動であり、環境に適応するための手段でもあるんだ。これらの情報を使って、猫との関係を深めてみてほしいな。次に、
猫が自分の身体をきれいに舐めているときはリラックスしているサインなんだって。猫はストレスを感じたり緊張したりすると身体を舐める行動を抑えることができなくなるんだ。それによって身体のトラブルが起こる可能性があるから、猫のストレスを軽減するためには周りの環境を整えることが大事なんだ。また猫の尻尾の動きにも注目してみてね。尻尾がピクピク動いているときは興奮しているサインなんだ。逆に尻尾が下がっているときは緊張や不安を感じている可能性が高いんだ。猫とのコミュニケーションはこれらのサインを見逃さないようにすることでより良い関係を築く。子猫とのコミュニケーションを深めるためのヒントはまだまだたくさんあるよ。例えば猫の身体のポジションによる気持ちの表れ方や猫が自分の餌を持ってきたり泣いたりする理由なんかも知っておくといいよ。これらの情報を使ってさらに猫との関係を深めてみてほしいな。お互いのコミュニケーションがもっと楽しくなるはずだよ。猫とのコミュニケーションを深めるためのヒントの最後に、猫と触れ合う時に注意すべきことについてお話ししよう。まず、猫が身体を舐める行動が過剰になると、ストレスや不安のサインかもしれません。その場合は、環境を整えてあげることで猫の安心感を高めましょう。また、猫の尻尾の動きや身体のポジションを見て、猫の気持ちを読み取ることが大切です。猫とのコミュニケーションを深めるために、日常の中でこれらのヒントを活用してみてください。きっと猫との絆がさらに深まるはずです。